人間原田龍二です。阿部さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はですね、とある方をゲストにお招きしております。東千鶴さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もうどうしようかなと、これ部屋変わってもらおうかなって思うとテレビがつくんですよ。でマネージャーにごめん部屋変わってくれるって言ったらいいよって言って変わってくるんですよ。何にも起こらない。マネージャーがそこに変わっても何もないんだ。そうだから信用されない。そういう家系の方なんでしょうか。お母様とか。母は私より全然もっと強い。もっと強い。妹も。じゃあお母様から受け継がれたっていう代々の可能性はありますね。あのね、母を初めて競馬に連れて行ったの、はい、ちいちゃん光る数字が、うん、それ買いなって言って、うん、全部当てた。競馬の話はやっぱりよく聞くやつ、うん、でも結局悪を貯めてるんですよ、悪いもの。なるほど。悪い因縁を。同業者の先輩なので、はいはい、まあ、何の違和感もなく、あ、東千鶴さんがゲストなんだって思う方もいると思うんですけども、うん、最近ずっとその心霊スポットに行ってる動画を上げ続けてる、うん、チャンネルなので、うん、ふっと思う人もいると思うんですよ、うんうんうん、でなんで東さんがいらっしゃってくれたのかっていうことなんですが、うん、今回東さんがこの本をお出しになって、はい、でしかも僕の大好きなこの妖怪を絵も文も、特に絵なんか61体2体61体ですね、ですね、はい、全て、まあ、書かれてるということ で、 そうです。僕もですね、東さんがこの世界に精通してるっていうか、お好きなの全然知らなかったから。いや、誰も聞いてくれなかった今まで。でも発信はしてたんですか。私結構これまでのエッセイとかでも書いてるんです。妖怪が好きだとか。そうなんですか。はい、ちょっとそういう力ありますみたいなことは、はい、だけどそこに誰も引っかかってくれなかった。なるほどね。そうでしょうね。はい、でこの世界っていうのは、まあちょっと文を読めばわかるんですけど、うん、小さい頃からずっと好きだったっていう。そうそうそう。でもこれなんで今なんですか。いや、これがね、はい、季節でしたよ、はい、本当に世田谷区の生きづらい人たちとか、まあ、困ってる人たちが集まる、はい、見つけ場ハウスっていうのがあって。見つけ場ハウスっていうのがあるのよ、はい、見つけ場ハウス、世田谷区がやってる区が、はい、うん、で発達凸凹さんだとか引きこもってましたとかそういった方々が集まるんですけれども、うん、はい、そこでワークショップがあるのね、うん、で私一般社団法人ケトインタッチっていう団体を、はい、代表として活動しているんですけれども、うん、まぜことの社会を目指して、でそこはクリエイターがいっぱいいるの、はい、なのでその人たちがその見つけ場ハウスに呼ばれて講師をするのよ、ボランティアで。でデザイナーはデザインを教えたりとかさ、美術家さんは絵の描き方とか、うん、声優さんはこう本を一緒に読んでセリフの言い方とか、うん、で千鶴さんも来てって言われたら、あ、私何しようかなと思って、やっぱり台本とか持っていて、うん、なんかみんなで読み合わせしたら楽しいかなと思ったら、はい、うん、で千鶴さんは妖怪の先生ねって言われて。妖怪の先生。そもそも私が妖怪好きって知ってる。ああ、なるほど。じゃあ妖怪のことをいろいろこうやってって言われて、レクチャーしてくれと。私妖怪教えていいのみたいな、もう、うん、キラキラなんてして、じゃあまずは自分たちを妖怪に例えて書いて、はい、で説明しましょうってやったら、言葉が難しい人たちね、コミュニケーションを取るのが難しい人たちも自分を妖怪にして、はい、僕はこうこうこうだからこんな妖怪ですって言って結構喋るのよ。スタッフもびっくりして、妖怪を通して自分のことをこうアピールするようになったんですね。そうとか、世田谷区の妖怪を考えようとかってやると、うん、みんなの世田谷区のイメージをね、妖怪にするのよ。お金持ちが多いとか、教育熱心な人が多いとか、うん、その人の世田谷視点っていうのがもうめっちゃ面白くて、で私たちも気づきがいっぱいあって、で私も妖怪を描いたのね。でそのオリジナル妖怪を SNS に載せたら、はい、ちょっと軽くバズって。でご自身もこれ見ると分かるんですか、チズルとしてね。そう、自分投影して一番可愛い妖怪に、ね、可愛く描いてますよね。すいません。それ描きますよね、可愛くね。そう。でそれでね、複数の出版社からお声がかかってびっくりです。でもなかなかそのここまで妖怪に造形が深い人ってで男は、まあ、僕なんかは昭和45年生まれで、はい、子供の頃からテレビで頻繁に妖怪の漫画、まあ、北野ももちろんはじめとして、うん、いろんな、まあ、テレビでやる漫画も、うん、本も、うん、いろいろめっちゃあった、あったから、うん、身近な世界ではあったんですけど、
女性で妖怪好きの方ってお会いしたことないですね。あ、いるのかもしれない。そういえば、いや、そう言われたらそうですね。で、私このね、原画展っていうのをね、あの日比谷黒字っていうところでしてたんですよ、はい、で、そしたらね、全国から妖怪好きの方がすごいなと思ったんですけど、鳥取から参りましたとか、鳥取といえばね、そうそう、やっぱりあの妖怪って言ったらやっぱり行っちゃうんですよと言って、ええ日帰りですって、日帰りでってそこまでして、うん、とかね、あの女子大生で妖怪を研究してますっていう方もいらっしゃって、はい、すっごい話盛り上がった。え、卒論も妖怪だ、はい、もちろんです、卒論も妖怪書きました。へえ、いやもうめっちゃシンパシーみたいな。でも漫画の中だけの世界じゃなくて、はい、やはりそのそれぞれの土地土地の風習とか、うんうん、言い伝えとか、はい、 そうですね、そういったことが、ね、凝縮されている世界観ではありますか、ね、そう、民族学でもありますですよね、うん、これあの今回5本出されて、はい、次何かやりたいことってあるんですか、ね、本以外に妖怪をこうなったらなんかね、もっとみんなに知ってほしいっていうか、うん、この妖怪たちは役割があるわけですよ、ちゃんとね、うん、生まれた理由もあるしね、で出身地もあるしね、はい、うん、なのでそのあたりを知ってほしいので、いろんなことができ今 LINE スタンプができたんですよ。あ、そう、妖怪のこれ、この子たちの妖怪、妖怪スタンプがもうできたので、はい、だから広がってくれるといいですよね。夢は本当大きくアニメ化、で映像化して、うん、あの現実ってなかなか厳しいじゃない、厳しいこともたくさんあるじゃない、うん、なので脳内の中の逃げ場所っていうか居場所がある方が私はいいなと思ってるんですよ。 なるほど。なので自分の推しとか自分の好きな妖怪を、うん、まあ、自分で作ってもいいし、ここから見つけてもいいし、うん、その現実逃避って私重要だと思ってるんですね。はい、そうですね、うん、一瞬だからずっとは無理なんで、うん、それは自分をこう育む力とか癒す力にもなると思うので、なるほど、妖怪は広めてほしいなと思います。で、いつもこのチャンネルはこちらの阿部さんと郷間市の方なんですけども、はい、まあ、普段、まあ、僕ら凡人が見えない世界をご覧になれる方なんですよ。せっかくなので、はい、嬉しい、まだ持ってる能力が違うと思うので、もちろんもちろん、お聞きしたいことがあれば何かありますか。例のことじゃなくても多分いろいろ人生経験も豊富な方なんで。私は妖怪を生み出し続けてもいいんでしょうか。いわゆるそのボランティアをなされてる上で、はい、ちょっと一般のこと違うことをしてしまう発想の子たちと会ってるみたいなんですね、うん、発達障害があったりとか、はいはい、で昔の人は、まあ、小豆洗いっていう妖怪がいるわけです、はい、小豆をひたすら洗ってる、はいはい、でそれって本当は人で、はい、ずっと小豆を2時間も3時間も洗ってる人がいたときに、普通の人が見たときに、なんだあいつで終わっちゃったと思うんですよ、昔は、うんうんうん、それを、まあ、小豆洗いっていう、小豆を洗う妖怪で人には害をなさないよっていうことを言えば、多分安心したと思うんですよ、うんうん、小豆洗ってるけど、つい包丁で刺すんじゃないかとか、はい、発想がなくなるわけですよね、はいはい、だから、そういうちょっと生きづらさを抱えてる方たちに、妖怪、もしかしたら君のパーソナリティは普通の人っていう一般的なものじゃなくて、多くの人とですよね、そうそう、個性として、うん、個性として妖怪っていうのがあるんだよっていうようなことで、生きやすさを与えているんじゃないかなと思ったんですけど、いや、それね、実際そう言われるんですよ。やっぱり発達でこぼこの人で、うん、笑っちゃう、今笑っちゃダメっていう時に笑っちゃうんですよ、はいはい、ね。でも私は、まあ、発達でこぼこがあるからって分かってるんだけれども、うん、それを知らない人たちはさ、あの何失礼ねみたいになっちゃうのね、うん、と思ったことを言っちゃう、あ、その髪型あんま似合ってないねとかさ、うん、太ったとか言っちゃったりする子もいるのよ、うん、空気読まなくて、うんうん、でそういう時にあキラキラ女がついちゃったねみたいなことを言うと、うでね、なんでキラキラ女っていうのを、まあ、もともといる妖怪なんだけれども、はい、こういうキャラにしたかっていうと、うん、怒られて笑う子がいるの、いますよね。でそれでなんで笑うのって聞いたら、言葉では言えないんだけれども、はい、こう書いてくれたのね。怒られると自分のダメだったところが分かる、次は失敗をしない、うん、成長する自分が嬉しいから笑ってる。なるほど、なるほど。で東さんたちは怒られてる時はしょんぼりとする、それそっちの方がいいと思ってるからしょんぼりとしてるんでしょって言われた。すごいですね。すごいのよ。
そう、もうおっしゃる通りなんです。だから本当は悲しい人生の結末を若いうちで迎えてしまう子っているじゃないですか、うん、そういう子たちにとって、その、まあ、先ほどの現実逃避じゃないですけども、この社会のお父さんお母さん、あと友達、新しいお友達を作って生きていっていいんだっていうような、うん、まあ、逃げ道を構築してるんだと思う。それは自分で気づかないから、うん、人から言われてこうなっていくっていうか、うん、だから本当にその妖怪っていうとこう討伐対象になるんですよ。僕も実際その魑魅魍魎っていうのは戦うことがあるんですけれども、それはそっち、あくまで人に害をなすものなんですけど、うん、もしかしたら人の心の中にそれぞれ、まあ、一般的な大勢の人じゃない個性の強い方っていう方が社会にそれでも生きていける、普通のお友達を作ったり、まあ、同じような仲間を作って生きていくっていうことに対してこう明日のチケットを渡してるんじゃないかなと思います。素晴らしい。だから結構ね、妖怪ってどうしてもインパクトもあるから LINE スタンプに入るようにとかもあったので、うん、こうちょっと怖い会見のも多いわけじゃないですか、うん、はい、絵柄とかね、はい、ちょっと血みどろだったりとかまあまあ俺しょうがないと思う、はい、でもその子たちの個性にはまあちょっとね、その彼とか彼女と同じ姿をした、まあ、ちょっと際立った個性の妖怪なので、それを説明してあげてるのかな。私、落とす忘れるなくすがすっごいひどいんですよ。いまだにですか？いまだに。なんか夫とかね、うん、どうなってんのって言うんですよ。まあ、なんで毎日そんなに携帯探してんのとか。もうすっごいんですよ。メガネ探したりとか、うん。必要なものなのに。はい、で、なんかやっぱりへこむんですよ。うん、私なんでこんなんかなって、注意力散漫なのかなとか、一つのことをやると、なんか他のことを忘れたりとか、はい、でもかといって同時に3つのことができたりするんですよ。うん、何なんだろうってへこんでたんだけれども、失楽坊という妖怪を生み出したのね。なくす、落とす、忘れる、失楽坊。なるほど、妖怪の妖怪の仕業にして、だから夫にこれも失楽坊が私に今ついてるからって言ったらちょっと笑ってくれるんですよ。ね、笑うしかないでしょ。笑うしかないでしょ、ね、はい、ね、これでなんかね、救われて、そしたら、これを見た人で、もううちの子も失楽坊、もうっていう、そうですか、体操服もいつも忘れるとかね。なるほど、うん、妖怪のせいにして笑えるもらっちゃうんだ。笑える、うん、なるほど。だ、必要なのかもしれないですね。必要必要、日常生活に妖怪の存在っていうのはね、うんうんうん、僕もその笑っちゃいけない時に笑っちゃって怒られたことがあるんですよ。本当？なんかついてたのかしら。キラキラ女がついてましたね。かもしれないですよね。はい。まあ、単純に不真面目だったのかもしれない。そうとも言えるか言えますね。まあ、妖怪とは別にですね、そういうスピリチュアルな感覚っていうのもお持ちっていう、はい、自覚はあるんですか？自覚はすごいありましたけれども、あまりにもそれがしんどいっていうか疲れるので嫌なので、今はもう封鎖、もうクローズ。自分でシャッターからしてるんですか？そう、そう、それできたの。うん、閉じてるんですね、じゃあ。閉じてる。閉じる前ってのはどういう感じだったんですか？閉じる前は痛くないのにさ、なんかノックしてくるからさ、やっぱり自分を知ってとか、うんうん、助けてとか。特に今だから言えるけど、はい、京都でよくお会いしてましたけど、はい、京都は結構辛かった。どんな時にそういうアプローチがあるんですか？どんな時かわかんないの。仕事中も？仕事で現場行ってる時か。それはない、一人の時、ホテルにいる時とか。そう怖い思いしたことってありますか？いっぱいあるよ。いっぱい。そんなにですか？あります。すごい敏感だったんですね。じゃあ、いや敏感じゃないよ。もうだってそうなるんだもん。例えば鍵開けますよね、でパチンって電気をつけますよね、で3歩ぐらい入ったら電気がパンと消えるんですよ。でなんでと思ってもう一回パチンってつくんですよ、でこれを何回かやられたりとかで、最終的にはパーンってヒューズが飛ぶ。それどこに行っても？いや、どこに行ってもじゃないですよ。千鶴さんだからじゃなくて、違う、そこにいて、私となんかわかんないよ、周波数からなんかわかんないけれども会うちゃうんだろうね。この人はわかるだろうなと思って、そういうことをあちらがやってくる。そうで、ヒューズが飛んで、でフロントに連絡して、切れちゃったみたいです、電気って言ったら、はいって帰ってくるんですよ、はい、でまたパチンってるでしょ、また飛ぶんですよ。その何回も飛ぶんですよ。で
もうどうしようかなと、これ部屋買ってもらおうかなって思うと、うん、テレビがつくんですよ。へえ、そこまでするんですか。そうで、マネージャーにごめん部屋買ってくれるって言ったら、いいよって言って変わってくるんですよ、うん、何にも起こらない。マネージャーがそこに変わっても何もないんだ。だから信用されない、気のせいだって言われる。なるほど。でこれで疲れるじゃん。確かに説明するのも面倒くさくなりますね。うん、なんか疲れてんだねとか言われちゃうとさ、うんうんね、嫌じゃない、うん、なんでも昨日はこういうことがあったよって言っても、うんって終わっちゃうから。確かにそうですね。あの蛇口ひねられたりとか、うん、そんなこともそんなこともあります、あります、ホテルによっては。まあ、それは現象としてそういう現象が体験されてるっていうことなんですね。そうですね。あとここに乗っかってきたりだとか、歩いてきたりとか、あのささやかれたりとか、そういうのはもう子供の頃から、うちでもしょっちゅうありましたね。借家だったので、そのお家にいたんじゃないかなと思います。それそもそも子供の頃からそういう、まあ、いわゆる能力っていうのか、それそういう家系の方なんでしょうか。お母様とか。母は私より全然もっと強い。もっと強い。妹も。お母様から受け継がれたっていうことなんですか。そうなんでしょうね。代々の可能性はありますね。そういう能力があることによって困ったことってありますか。いや、本人は怖いだけです。怖い。あと眠れないとか、起こされるとか。逆にいいこととか、うん、いいことあった。ありました。あのね、急に出てきましたね。母を初めて競馬に連れてったの、はい、私馬を見るのが好きだから、はい、で全然競馬のことは分からないわけよ、うん、でこう番号を見るじゃない、はい、で馬の名前見ても何も分かんないじゃん、うん、母ね、はい、そしたらちいちゃん光る数字がある、うん、それ買いなって言って、うん、で全部当てた。本当ですか。本当で、それをね換金しなかったの。やっぱ換金するとさ、はい、欲が出るじゃん。でも換金しないともったいないじゃない。あ、だから最後に、まあ 最後にね、最後に換金全部したら、えこんなにってすごい本人喜んで、まあちょっとだよ、買うの100円とか1000円とかね、はい、でも何万回になったわけよ。でそしたらもう次から分かんない。分かんない。お金になると思うから。あ、そういうことなんだ。うん、1回きりの感覚。1回きりだった。へえ。パチンコとかも本当に最初はなんか光る台があるからってで分かるんだけど、次からもうさ玉出したいとか思うじゃん。なるほど。1回だけなんですか、使えるのは。もう本当にビギナーズラックっていうで片付けようっていう感じ。競馬の話はやっぱりよく聞くやつで、うん、まあ、そうなんですか。番号が光ったとか、うん、まあ、馬を見てだったら分かるじゃないですか、うん、馬好きな人が、はいはい、調子を見てとか、はいはい、その文字、まあ、浮き上がって見えたって方もいらっしゃったし、うん、それで、まあ、勝ち続けたってのも初めて聞きましたけど、うん、勝ったっていうのはやっぱり時々聞くんですよ、うん、でやっぱお金にしようとすると、うん、見えなくなっちゃうんだよねってやっぱりそれ聞く、うんうん、わけですよね。なぜかというとお金って欲が集まるわけですよ、はい、1枚より100枚とか1000枚あった方が自由、効くわけですよ、で変に尊敬されたりもするわけですよ、でも欲望をいっぱい持ってるから、はい、結局悪を貯めてるんですよ、悪いもの。なるほど。悪い因縁を。だから神の力だと思って、その当てるっていうのは神の力なのに、それで1億当てたら、次にじゃあ2億当てようとか、神の力が遠のくんですよ。なるほどね。欲が出ちゃうと。欲が出るんだ。悪をいっぱい持ってる。ああ、うん。ということで、はい。はい、まあ、僕にとってはちょっと唐突すぎて、一瞬、えって思ったんですけども、まあ、今回お話を聞いて、はい、納得しました。ありがとうございます。本当に妖怪の世界がお好きで、はい、うん、これからも妖怪大使として。なるほど。初めて言われた。妖怪大使っていうか、まあ、僕もそのつもりでやってるんですけど。なるほど、うん、妖怪って、まあ、目に見えないものだから否定されがちですけど、はい、そうですね、まあ、それはこっちの自由なんじゃないかなって。あの 目に見えないものの中に真理があることもたくさんあるので、ね、おっしゃる通りだと思います、うん、はい、ぜひ今後妖怪道を、ね、妖怪道で極めていただきたいと思いますし、はい、僕も頑張りますので、はい、ちょっとまたやりましょう、妖怪談義。ぜひまた妖怪コラボお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。